私が死ぬまでここにいるつもりなの？私が死ぬのを待っていても、あなたには何も利益はない。別に見返りが欲しくてここにいるわけじゃない。君だって分かっているだろう。分かっているから言ってるの。亮にも自分のしたいようにしてほしいの。私が望むのはそれだけ。ああ、分かってる。何を？昔この国には4つの季節があったの。かすかに聞いた記憶はあるな。春、夏、秋、冬の4つ。春にはお花見、夏には花火、秋には紅葉、冬には雪。それぞれの季節に綺麗なものがあったって、私の生みの親、新行寺博士に昔聞いたの。この国は季節ごとに色を変える、とても美しい国だったって。俺もいろんな国の人間と会ったけどな。みんな自分の国が一番美しいって言っていた。亮はどうなの？どうだろう。嫌いではないんだろうな。もし嫌いだったらここには来なかった。素直じゃない今さら言うことでもない。うん、そうだね。でも一度でいいから見ておきたかったな、季節とともに変わっていく景色を。見てみたかったな。気にしないで。私はこの場所を気に入ってるの。だからここでいいの。ここがいいの。そりゃ助かった。ないものねだりなんてしない。消えてなくなってしまったものだからこそ見たい、感じたいという気持ちになるのかもしれない。失われたものへの憧れは人なら誰もが抱く感情だもの。今じゃ季節も国も消えて、変わり映えのしない気候と境界のない混沌があるばかりだ。星が終わりに向かって走り始めてから何もかもが変わってしまったの。何もかもが変わって終わりが近づいて、この星はどうしてこうなったのかな。そんなことは君が一番よく知ってるんじゃないのか。わからない。わからない。終わりは誰にも止められない。なぜ止められないかわかる？答えは簡単なの。なぜ終わるのか結局わからなかったから、うん、だから私たちはわからない問題は放っておくことにして、別の問題に取り組むことにした。今住んでいるこの星を救うより次の星を探す方が簡単だったの。そういうことなの。それで生き残れるのならその選択は間違いじゃない。正しい答えと言い切ることもできないけど。君は天才であっても全知全能じゃない。だから確実な正しさなんて求めたって
意味がないだろう。なんだ。いえ、別に。ただなんとなく自分がやったことが正しいことだったような、そんな気がした。正しいと言い切れないんじゃなかったのか。なぜかな。急にそう思っただけ。気にしないで。まったく。本当に軽いな。私もお料理する。料理って朝飯を作るつもりか。朝から昼食を作るわけない。気持ちはありがたいが大丈夫なのか。亮が隣で見ててくれれば平気。もちろん言われなくても見ておくが。何から始めるんだ。包丁ってどっちの手で持てばいいの。とりあえず道具を使わないでいい作業から始めるか。わかった。目玉焼きでも作ってみるか。じゃあまずはフライパンを温めて。フライパンなんてレンジに入らないけど。いや、コンロを使ってくれ。亮の教え方も良くなかった。いや、シオンの不器用さが俺の予想を上回っていた。
私はその端っこの焦げた白身のところでいい。りょう？いいから食おう。早く食って畑に行かないとな。私、お世辞は嫌い。奇遇だな。俺も嫌いだ。料理って、料理って大変。私、ずっとテーブルにつけば勝手に出てくるものだと思ってたけど、思い知らされたような気がする。人にはそれぞれ役割がある。君には料理より他にしなければならないことがあっただろう。でも私の役割は以前とは違う。ただテーブルにつくだけならお人形にだってできるもの。私は、私がここにいる理由を作りたいの。慌てて作ることもない。少なくとも飯の用意は俺ができるんだからな。シオンがここにいることを許さない理由もまたどこにもない。りょう。なんだ。りょうは私を甘やかそうとしてる。そうか。どうした。なあ、シオン。何？こんなところにいて、君は退屈じゃないのか？うん、退屈。でも、私、研究は嫌いじゃなかった。モニターに向かってひたすらデータを見つめ、たった一つしかない答えを探し求める。目的はたったの一つ。どこまでも遠くへ行けるエンジンを作ること。それだけだったけど、ううん、それだけの単純で分かりやすいところが面白かったの。ここにはコンピューターも数学も何もない。君が面白いと思うものなんてないよな。ない。だけどここは毎日何かが違ってるの。違ってる？そうやってオウム返しに聞き返すのってバカみたいだからやめた方がいいと思う。リョウも頭のいい人なのに。旅してた時は判断力と集中力が抜群だと思ったけど、ここに来てからは思考速度が鈍ってるみたい。そんな分析はしなくていい。研究所はどこもいつも同じだった。だけどここは違う。畑の作物は日々成長するし、風の匂いも土の感触も常に変わり続けてる。こういうのって、そう、楽しい。楽しいって言うんだ。そう、退屈なんかじゃない。うん、そうだ。さっきのは私の間違い。ところで、りょうはどうなの？そうだな。退屈してる暇はない。いろいろと手がかかるからな。大変そう。
頑張って、リョン。言われるまでもないがな。と、そうだ。そろそろ。いつなの？あ、ちょっと行ってくる。今日は私もついていく。別に面白いものじゃないぞ。忘れないで、リョン。いろんなものを見ておきたい。私はそのためにここにいるの。いいけどな。ほとんど殺傷能力のない罠ばかり。ノウサギとかが引っかかるかもしれないけど。ノウサギが引っかかれば上等だな。肉もなかなかうまいぞ。リョウはどちらかといえば罠を仕掛けられる側だっただろうけど、もっと凶悪な罠を知らないの？ろくな道具もないからな。だが俺たちの山荘まで登ってくるルートはある程度限られてるから、それでも多少の効果はあるはずだ。でも私は思うの。え？そんなに気をつけることはないと思う。いくら警戒したって限度があるもの。頭数もなし、武器も機器もろくにない状態じゃどうやったって警戒しきれない。それは分かってる。私は軍事に関しては専門外だから、基本的には寮に任せるけど、何かアイデアがあるなら言ってほしいな。追っ手が来たら投降すれば殺されはしないと思う。それが言いたくて今日は俺についてきたのか。おとなしく捕まれば発砲はしないと思うの。あまり兵隊にモラルを求めない方がいい。民間人への暴行だの殺害だのはいくらでもあるし、俺たちは彼らのはっきりとした標的だ。出会い頭に撃たれる可能性も含めて穏やかな解決はあまり期待できないぞ。戦ったり下手に逃げたりするよりは生き残る可能性はずっと高い。もし命だけは助かったとしても、君は連れ戻されてまた閉じ込められることになる。でも多分殺されることはない。シオン。自由もなく閉じ込められてるだけの状態を生きてると言えるのか。さっき言った。何のことだ。ここの生活は楽しいって言った。ああ、確かに言ったよ。私、楽しい時間の幕引きをあなたの死で終わらせたくない。君がそんな感傷的なことを言うとは意外だ。うん、自分でも割と意外。俺が死ぬっていうのは確定か。少なくとも軍の追っ手が私たちを見つけたら真っ先に撃たれるのは寮。もしも俺が殺されて君が捕まって、そうしたら何？君は自分のために捧げられた命を無駄にするつもりか？本当のことを言うと、私は人を殺してはいけないなんて思わない。人
人が人を殺すことって当たり前にあることだと思ってる。殺人っていう当たり前に存在する事象に善悪の判断をつけるなんて不毛なこと。何が言いたいんだ。人が死ぬのは構わない。だけど私には死んでほしくない人がいるの。もう置いていかれるのは嫌。私を置いて一人だけ先に行くなんて許さない。りょう、あなたは死んじゃダメなの。私より先に死なないで。それは俺も同じだ。シオ、君には生きてもらいたいんだ。そのために俺はここに。